ワールドラバーで大ヒット、リピーターが続出、レシーブが楽しい、究極のチャンスメイクラバー、アポロ5超極薄。ワールドラバーマーケットのぐっちです。本日のゲストは中国卓球の孟コーチです。孟コーチは池袋にある中国卓球でレッスンをしています。また YouTube でも動画を公開しており、レッスンや孟コーチのチャンネルに興味がある方は概要欄をご確認ください。本日の動画のテーマは逆に曲がるバックサーブのコツです。このサーブは元中国代表選手の金林慧選手が得意とし、彼はこのサーブを使ってオリンピックで大きな成果を上げました。金林慧選手は私が最も好きな卓球の選手で、高校の時彼のプレーをビデオで研究していました。この金林慧選手のサーブについて孟コーチが中国人コーチの視点から実際に使う上での必要な要素やコツを詳しく解説していきます。通常のバックサーブは左に曲がりますが、このサーブは右に曲がります。このサーブは使っている選手が少ないので相手は驚きます。このサーブに慣れていないのでレシーブが少し甘くなり、3球目攻撃が打ちやすいです。フォアサーブとバックサーブを組み合わせることで相手を混乱させることができます。バックサーブで点数を取りたい方は是非参考にしてください。私たちは卓球技術動画を30言語に翻訳し、卓球で世界をつなげる活動をしています。卓球技術に興味がある方は是非チャンネル登録と高評価をお願いします。動画の感想やリクエストがありましたら、ぜひコメント欄に記入してください。皆さんの反応が私たちの動画を作る力になります。よろしくお願いします。では、孟コーチのレッスンを見ていきましょう。逆回転のサービスを教えます。ね、順回転の力でちょっと逆回転に行くので、ちょっと若干フォームとか動きがちょっと変わってくるので、そこを、よく見てください。はい、バック逆回転サービスのポイント1、同じくグリップからいきますね。若干巻き込みのサービスで構わないので、少しフォア気味、ボールを少し巻いていくぐらいのグリップで構わないので、バック振りやすいのグリップが、チキラをしやすいのグリップでいいので、そのグリップをボールをつかみやすいから回転かけやすいので、試してみてくださいね。いきます。多いです。いきます。いきます。ポイント2つ目、構え方。普通のバックハンドサービス、こう、右足前、左後ろではなく、こっちもちょっと違うんですね。構えとしては、本当に自分がサイドライン、センターラインの間ぐらいに立てて、それからそのままストンとしゃがむ、膝を曲げていたら、もうラケット、右手って持って、左手からボールを持って、このままから出します。このままから出します。いきます。多いです。いきます。いきます。バックスイングはそんなに大きく取れないんです。だからここから行くことはないので、この一瞬の取っていくことで、耳、顎のあたりくらいからもうすぐ左前の方に出します。そのここが短いからこそ相手が判断しづらくなる、判断してあげる時間が与えないっていうのは一つの4つ目のポイント。このスイングちっちゃいからこういきます。ここいいです。いきますいきます。4つ目のポイントの方、当たる瞬間の切り方、その切る方向、力を出す方向によるボールの回転が変わるんですね。まっすぐ前に切っていくとこの横と横上に行きます。でも切った瞬間から下の方に引っ張ると横下になるんです。けどそれを一緒に見えるんです。それがこの逆回転サービスに出すのは一番最大なメリットです。横下に行きます。横上に行きます。横上いきます。横下いきます。正面し横上です。横下です。横上いきます。横下いきます。横上いきます。はい、横下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 。海外発送をスタート。世界228カ国にお届けします。詳細は概要欄をご覧ください。卓球で世界をつなげよう。